して我々はモテないのかな。本当にね。でもいろいろ考えたんだ。我々性欲仮想階級がモテるためにはやはり口説き文句が必要なんじゃないかな。ああ、それは言えてるよ。白人狩りでおなじみの小原容疑者だってね、うん、もうカナダ人だろうがコロンビア人だろうがアメリカ人だろうがみんな海を見に行きませんか。これだった。それであのイギリス人スチュワーデスはね、海に沈めちゃったでしょ、うん、これが本当の殺し文句だ。海へ行きませんかはいいわ。それはすごい素晴らしい口説き文句だよ。そうなんだよ。だけどね、俺も古今東西の口説き文句を研究した結果、これが一番女が落ちるっていう口説き文句を考えたよ。おお、それはどんなの。お嬢さん、調子はどうですか。ブラブラしませんか。これで決まりだよ。これで決まり。これで決まりだよ。無理だと思うけどな。君はね、俺が実践してるところを見たことがないからそんなこと言うの。一発で落ちるよ。ほら来た、あんなの一発だ。お嬢さん、調子はどうですか。ブラブラしませんか。バカじゃないの、変態ブサイク。おお、ほらね、やっぱブスはダメだよ。何言ってんだよ、クソ気持ちが悪いな。慣れてないから。そんなね、持ってもあった言い方のね、ふにゃふにゃした意味がわからないね、これはダメなの。何、男っていうのはやっぱりな、自分の気持ちをズバッと相手にな、伝えなくちゃいけないんだよ。なるほどな。お嬢さん、やらせてもらえませんか。いいわよ、今からうちに来る。わー、やったやった、行く行く。あれ、どうして俺だけダメなのかな。やっぱり喋ると体が動く体質だからかな。あら、散々やらされちゃったよ。炊事洗濯掃除、マルチ商法、宗教、もうやりまくりだよ。